こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。さあやっていきましょう。こんな問題ですね。右の図のような底面の半径が3センチ、母線が9センチの円錐があります。これについて次の問いに答えなさい。2問あるんですね。1問目、この円錐の展開図として適切なものを下の ① から ④ の中から選び、その番号で答えなさい。どれですか、展開図どれですかって言ってるんですね。で、2問目は、表面積は何平方センチメートルですか、単位をつけて答えなさい。ただし円周率は π とします。測定技能の問題ですね。じゃあまず円錐の展開図っていうのはもう覚えておくと早いですね。で、一応まあちょっと分かんないよっていう人のために作ってきたんですが、これ円錐です。頑張ってね、あの紙を切って作りました。じゃあ展開図って言ってるので展開してみましょう。パコパコね、テープを外してね、よいしょ、うまくテープが外れるといいんですがね、いいよ。さあ、じゃあ底面っていうのはもちろん円になりますよね。パコーンって外れてね、それがまあ4つともこんな風に見えてるわけですよ。で、じゃあこのとんがり帽子のところってどうなるんですかっていうと、テープを外してあげるとテープが強い、テープが強い、強く貼りすぎた、ほらもうビリビリですね。ほよね、テープを剥がしてあげるとこんな感じで帽子の部分がですね、どうなるかな、何が出るかな。テープ強いな。ああ、もうよ、もうね、二度と使えないね、この模型ね。はい、ほらこんな形になりましたね。じゃあどれになってるかっていうと、展開図は丸2番になってますね。なので答えは丸2番になりますよっていうのがまず一つ目の答えです。これが答えですね。で、これはもうね、覚えておくといいですよ。円錐の展開図っていうのはこんな風になりますよっていうのはね。はい、もうこの模型はね、二度と使えません。ビリビリでございますだね。はい、では次の問題いきましょう。表面積は何平方センチメートルですかってことなんですが、この円錐の表面積っていうのは展開図のこの図のこの扇形の面積足すこの円の面積になりますよね。じゃあまずはこの円の面積から求めていきますか。底面の円の面積はどうなるのっていうと、まずこれ、ここの底面の円の半径が3センチなので、ちょっとこの図使っていきますね。ここって3センチなわけです。ちょっと3とだけ書いておきますね。で、母線が9センチなので、ここの長さっていうのが9センチなわけです。では求めていきましょう。まず底面の円の面積っていうのは、この円の面積の公式、半径×半径 ×π ですぐに出せますね。ちょっとこう書いていきますよ。底面の円の面積っていうのは、半径×半径 ×π で 9π 平方センチメートルになりますね。これが底面積ですね。底面の円の面積。では次にこの扇形の面積を求めにかかりましょう。では扇形の面積を求めるのはどうやって考えるんですかというと、この底面の円の長さとこの扇形のここの弧の長さが等しいよっていうところから中心角を求めに行くっていうのが王道の解法になります。ではこの青い底面の円の長さってどうなるんですかっていうと、これ円周の長さっていうのは直径かける π でしたね。じゃあこの直径って3足す3で6になりますね。じゃあ 6π っていうのがこの青い長さになるわけです。ちょっと書いておきましょう。底面の円の円周の長さは、円周の長さは
どうなるんですかっていうと、直径 ×π で 6π になりますよと。ちょっともう単位は、まあ、一応センチメートルですけどね、はい、これが青い長さになっているわけです。いいですね。では今度この扇形の全部の円の円周の長さはどうなるんですかっていうと、直径 ×π で直径が18ですね、 18π になっているわけです。では 18π に対して360度分の中心角っていう割合をかけてあげると、ここの弧の長さになるわけですね。では中心角の角度っていうのを知りたいから、ここを x 度と置きましょうか。知りたいのは中心角の角度だから。はい、では扇形の、中心角を x 度としましょう。ちょっと狭いんでね、頑張って書いていきますよ。x 度と置きましたよとね、あそこの緑のところです。するとこんな方程式が立てれますね。この扇形の全部の円周っていうのが 18π ですね。じゃあ 18π っていう全部のこの円の円周に対して360度分の x 度、これが全部で360度ありますね、中心角が。そのうちの x 度っていう割合を与えてあげれば、ここの青い弧の長さ、つまり 6π になりますよっていう形で方程式が立てれますね。はい、ではこれを頑張って計算していきましょう。まず18と360で約分できますね。18を2倍したら36なので、これ約分するとここは20になるわけです。ってことで π かける20分の x が 6π っていう形ですね。ではこの20っていうのを移項してあげれば、ちょっと π かける x が 120π になるんですね。で両辺を π で割ってあげれば、x っていうのは120っていう形になりますね。で今角度なので x は120度なわけです。はい。ってことでここの緑の角度は120度っていうことが分かりました。っていうことでこの扇形の面積はどうなるんですかっていうと、全部の円の面積 9×9×π、 こいつですね。9×9×π っていう全部の円の面積に対して360度分の120度っていう割合をかけてあげれば、この扇形の面積になりますね。では扇形の面積は狭いね、ここね、扇形の面積はどうなるんですかっていうと、半径かける半径かける π で全部の円の面積、そのうち中心角が360度あるうちの、ここの中心角が120度ですね、120度っていう割合をかけてあげれば扇形の面積になりますね。ではこれ頑張って計算してあげると、これ約分して3分の1になるんですね。では3分の1っていうのを9にかけてあげると3になりますね。3×27π 平方センチメートルっていう面積になるわけです。ではこの 底面の円の面積が 69π 平方センチメートルで、扇形の面積が 27π 平方センチメートルなので、この 9π と 27π を足してあげて求める面積っていうのは、狭いね、ちょっとこっち行きますよ、よって 9π っていう底面積と、扇形の面積の 27π っていうのを足してあげて、よいしょ、 9+27 で 36π になるんですね。ってことで答えは 36π 平方センチメートルになりますよと。単位をつけて答えなさいっていうふうに書いてるんでね、ちゃんと、平方センチメートルっていうのを忘れずに書きましょう。ちょっとね狭くて申し訳ないんですが、こんな形で円錐の表面積っていうのは求めますよと。は
はい、合格できる。